にちは。こんにちは。甲子園欅散歩道マギログ動画、はい、今日も甲子園欅散歩道をお散歩したいと思います、はい、お願いします。今日はマギどこに連れてくれますか。今日は、ね、このメイン道路に面したところですが、これが甲子園欅散歩道メインストリートですね。じゃーん、これじゃーん、わーお、うわー、鮮やかな、鮮やかな、なんか素敵じゃないですかね。え、靴とカバンの修理館ですね。あ、ちゃんとガラスにも靴とカバンの絵が入ってます ね。おしゃれですよね。おしゃれですね。目を引きます。あれですよね、テレビが壊れたから直してくださいなんて言って、それは直してくれない靴とカバンの専門なんですね。こんにちは。お、あ、かっこいいですね。かっこいいですね。あ、なんか蝶ネクタイのマークありますね。はい、お邪魔します。はい、お邪魔します。こんにちは。今日はいろいろと取材させてください。お邪魔します。こちらは靴とカバンの修理が専門、はい、その専門家の方ですね。はじめまして、どうぞよろしくお願いします。お願いします。たくさんの方の靴の修理されてると思うんですけど、はい、一番多い靴の修理ってどういう修理ですか。やはりかかと、うん、歯を噛んでですね、歯を噛んでみますと、こちらになります。あ、で、カバンはこちらですね、はい、あ、こう、つま先の方がそうですね、でもかかとの方が、はい、つま先はハーフ、こちらはやはり修理ですね。なんかこっちしか見たことない、うんうんうん、こっちはいつもね、なんかツルツルになって、うん、あ、でも、あ、女性用です。これあるんです、これヒールの方ですね。捨ててました、はい、私。これ、剥がれちゃうんですか。そうです、そうです、もう減っちゃう、削れちゃって、うん、削れてなくなっちゃう、はい、まあ、やるでしょう。靴の中だったら若い方アロンアルファで直そうとしてるでしょう。いや、もうここまで来たらね、あ、もうあかんって、そんな上等の靴持ってないから、うん、あ、捨てちゃえって言いました。もったいない。まさにそうですよね、きっちり直してほしいですよね。そうですね、お安くするんですし。だいたいこのかかとの修理でどれぐらいですか。750円。安い。ボンド買うよりいいですよそうよ、マギちゃんと直さなきゃ、うん、だってこの靴も新しいですもんね。ここ全然削られてないから、ここだけですもん。わあ。これは来ないと。男性用のビジネスシューズとかでも、はい、かかとってだいたいどれぐらいの値段でいきますか。1700円。安い、うん、ね、安い。1500円ぐらいやったらね、うん、できっちりそれをこう定期的にまめにね、メンテナンスしておくと、うん、ちょっとの痛みで直すとまたこれも安く済むわけですよね。そうですよね。なんか今まで一番高かったってどれぐらいの修理代かかってます。3万円。わお、3万円。でもその代わり元のお値段は9万ぐらいです。あ、うー、9万円の靴、はい、履いたら歩かれるね。ねえ、でもやっぱりいい靴買って、うん、いい靴ってやっぱ長く履きますよね。10年、20年ね。30年。30年、はい、すごい。今申し上げたのはその靴です。へえ。そんないい靴履いたことないからそうですね。じゃあ安いの買ってポイポイ捨てること思ったら、うん、いい靴をずっと履き続けた方がいい。もう足に馴染んでますからね、うん、その方がおしゃれ、はい、おしゃれですよね、はい、おしゃれだし、その方が経済的かもしれませんね。うん、賢い主婦は、はい、高級な靴を買ってこまめにメンテナンスして、はい、長く愛して長くおしゃれに使うというのがベストってことですね。そうですね。ちょっと待ってください、マスターの胸元、はい、これ、これもしかして、おしゃれ、めっちゃ可愛いじゃないですか。めっちゃおしゃれですね。ありがとうございます。いや、マスター似合います、うん、なんか職人さんって感じします ね。おしゃれな職人さん、ありがとうございます。なんかこうパリの街角に来たような、そうそうそう、素敵な感じですよねありがとうございます。じゃあたくさんの方にまたこちらの方に来ていただいて、はい、靴の修理と、はい、カバンの修理をしていただきたいと思います。はい、はい、マギ、今日は靴とカバンの修理館さんにお邪魔しました。ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、お願いします。